新山壮介新山荘タスク昭和5年11月7日、和獣医学博士、元下宇佐五稜牧場長、ニーカップ五稜牧場長、馬生官、農商無技師、宮中古問官、日本獣医学の父、日本の官民両面における、畜産業、特に馬産事業の貢献者、小増意旭日、重光明受賞、 岩山経義によって創設された駒場農学校で獣医学を学び、ヨーロッパの畜産業の視察のため藤並ことただ死者に随行した。この間、ドイツ語が堪能であったことから東欧中だった伊藤博文一行と会い、通訳や翻訳の仕事にあたり、明治憲法制定に一役買ったとされる。帰国後は、各地の区内省管轄の御領牧場の馬長を歴任し、 小祝い農場を、はじめ多くの民間の牧場の顧問を務めた。5回にわたりヨーロッパ、オーストラリア、アメリカに出張して、優秀な種馬の剪定と購入を行い、実務家として日本の馬の品種改良に貢献した。新山は、白髭白髪の威厳ある外見であったと評されるが、本人によれば、6回の東欧の際、インド洋の波浪による振動のため白髪になったと、 1884 0回している1年の畜産市準委員に任命されて以降、馬政調査会委員、臨時馬政調査委員、馬政官を歴任し、監督官の立場からも日本の馬産業の発展に貢献した。1898年に人工受精を初めて試みた人物でもある。三里塚地域開発に尽力し、千葉県営鉄道タコ船、 八幡選手基地に二十町部に及ぶ用地の無償対応付けに協力した。退職金の一部で新山総介上長奨学金制度を設立し、地域の児童のため毎年賞を授けることを1945年まで続けた。1924年には現在の JR 三立カバス停付近の一角に銅像が建立された。銅像は戦時中に教室されて、 台座だけが残る形となっていたが、2004年4月11日、銅像再建関係者やかつての御稜牧場ゆかりの人、新山賞受賞者など220人が出席して60年ぶりに、新山博士像が成田市三里塚御稜牧場記念館前に再建された。内話品種、ありがとうございます。